多聴会見って言って熊本の NBC おかずりクラブ熊本っていうのも大会会場です。おっしゃ、おお、グアムのネコリグ、はい、ネコリグ、ネコリグなんですね。はい、今ねちょっとしたことに気づいちゃったんですよ。何ですか？ザ・ブルーギルシュリンプ。おお、連発、やばい、パターン、パターンですね。いや20センチ、25ぐらいあるから可愛いですけど、はい。こんなとこに無防備にすごいタックルが。これ小森さんの、小森さんのタックルですよ。へえ。あ、じゃこれ借りちゃおうかな。全部切るわけなんですね。そうです、爪でカット。このシュリンプって意外とねこう切ったりやったりしていろいろ使えるんで。俺さ、あれ昔ガイドを受けた時に、はい、それの横の足切って、その一番ショットでやりましたよね。シリンプ、はい、そこの、あ、来た、これで俺も坊主逃れする。いやー、これですよ皆さん。ちょっとみんな使ってください。ちょっとやってみます。課長か、小森さん、落とすときって糸を送り込んでます？適当に送り込んでますね。あー、俺張りすぎちゃってんのかな、これ。80センチぐらいだったんですが、はい、80ぐらい落としてますね。あー、いやー、クソ、ここ合わせ、やばいな、合わせられなかったな。人としてまずい。ちょっとお前ダメだなっていう。課長か、はい、角町、はい、あれこのコンクリートがいつから現れるんで、はい、で見えないんですよ。はい、はい、はい、
施設ね。おじさん、そっちからあげていい？ちょっとサイズが、いやごきごめんなさい。ねえ、ちょっとね、いいサイズ。タモがないから、タモ持ってかれちゃったんだよな。よし、結構、ね、ゲーリー山本の小森さんに教えてもらったシュリンプ貝、ね、ギル仕様のやつで、これ結構どうですか？結構ちょっと、ま、いい、どうですかこれ？いやでももう全部あこれですか。いい魚じゃないですか。これしかもねさっきの針を考えましたね。ちょっと根が、はい、ゴミが多かったんでオフセットにしてやっと合わせた感じで。聞いてくださいよ、このシュリンプもう最後の一本なんですよ。今車の中すげえ探したけどもうないんですけど。いや九州初バスがナイスサイズで40ぐらいありますよね。22、23ってとこですかね。41になりますね。贅沢。ゲリートッププロの小森さんに撮影していただいております。いえいえ、これ多分画角が合ってなかったりしますね。いい魚です。いやー来た甲斐があった。結構ね、本当最後も坊主かと思ったんですけど、ありがとうございます。じゃあ熊本で一番大きい魚なんで丁寧に言いましょう。あの立岡のおかっぱり大会ギャラサイズもし日本釣れたら、日本釣れたら優勝ですよ。はい、ルアーはこれちょっと折りたたまっちゃったんですけど、小森さんに教えてもらってとか、さっきパターンが発見されたゲイリーシュリンプの手を全部なくして、さらに今回オフセット仕様 で、はい、でちょっと沈むの早くしてテッ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 てやってテッてやったらカンときました。はい、ありがとうございます。いや、やっぱそんなサイズはそれを食ってるんでしょうね。まあいい竿を使ってるじゃないですか。これ小森さん説明してもらっていい？それ僕の竿じゃないですか。この竿はですね、トマンダジタ 60ULS3 コンシエクエンスっていう竿で、はい、ちょっとまあ脳神経やるんだったら XULS の方がいいかもしれないんですけど、はい、まあオフセットをしっかりかけるんだったらちょっといいかなっていう硬さがある竿です。これ多分ライン3ポンドプラス巻いてたのかな。引っこ抜いたんですか、魚。いやいや、結構ドラグ使わせてもらって、はい、で、エラさんにお願いして、ちょっとそこの階段の端っこから上げさせてもらって、はい、タモなかったんで、ちょっとタモそこにあったの。あ、
いやでもここまたいではいけないんでさ。いやでもないっす、はい、まあ3ポンドプラスなんでほとんど切られることはないと思うんですけど、はい、ちょっと枝とかあるときは3よりも3ポンドプラスの方がいいかなっていうので作ってきたんですけども、まさか田中さんが使ってると思わなかった。いやいや、なんかあの向こうの森の中にいっぱい転がってました。なんか今日ステディウスいっぱい落ちてました。落ちてましたよ。今日来た人はラッキーですね。いやシュリンプこれね、さっきから調子良かったんですけど、僕最後の1本なのではい、まだ使えるんでもう一匹つってください。はい、ありがとうございます。もうちょっと車の中探していきます。あ、はい、シュリンプがね、トーナメントで使えないから、はい、今回あんまり持ってきてないんですね。自分もそう、モコリクローはあるか、ボディがでかいかもしれない。モコリクローで釣れるんだったらもう多分ディッシュアームとか、はい、あとなんだろう、3インチファット山線香とかでも釣れるかもしれないです、はい、ただそこまでのボリュームのあるベイトがいないから、はい、って感じですよね。これ1本の総重量だったら今のところ釣り工って人がトッププロに勝ってるって、まあ、1本の総重量ってなかなかないですからね。ないですかね。ないですかね。いやいや、でも小森さんのあれ2匹目でかかったっすもんね、はい、結構さ。いや、そんなことないですよ。30ちょいぐらい、35ぐらいあればいいかなぐらいな。亀山ルールで3本の総重量だったら完全に負けてるんで、残りあと2本釣れるように。まあ今日勝負じゃないんだよ。いや、もうすぐに亀山育ちは勝負したがるんで。まあでもここの向きは、はい、そのおかっぱりが、おかっぱりトーナメントが開催されるんで、はい、結構ここスタート地点なんですけど、スタートからブワーってみんな走っていって、はい、でまあウェインが1人2回できるんですけども、はい、もちろんこういう縦道路のここから行けないんですけど、はい、こっちはね橋が向こうと通れないからって曲で、あ、そっか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 、まあそういう頑張り大会がすごく熱くなってる、はい、フィールドなんで、はい、競い合うっていうのはすごく楽しいなって思ってますね。で僕もここにね、実はもう6年5年かな連続できてて、はい、最初の2回はあまり良くなかったんで、はい、ここ3回連続表彰台に上がってるんですよ。で今年も実はその1週間前、はい、なんですけども、はい、1週間前にしてやっと見つけたパターンが、はい、ワームがもう最後の1本っていう。このオフセット差しは真似してもいいですよ、小森さん。使わせてもらってもいいですか。シーしとくんで、黙っとくんで。わかりました。すいません。ありがとうございます。引き続き、ちょっと、もうちょっと頑張ってみます。はい。はい、早くちょっと終わったら釣り具屋さんに行ってシュリップを買って。了解。はい。釣り子さん、今日ははるばる熊本まで来ていただいて、ありがとうございます。まあ、夕方ちょこっとのつもりが結構暗くなるまで、もう日没が迫ってますんで帰ろうかと思うんですけども、しっかりやっちゃいました。この立ち会見ではですね、まあ、来週 NBC、おかずりクラブ、のピュアフィッシングカップが開催されます、まあ、多分この放送がされてる頃には終わってるかもしれないですけども、まあ、そういう大会やってるんで、ぜひおかっぱりでも大会面白いから参加してもらいたいなと思ってます。僕も実は出るんですよ。今年は優勝狙って頑張ってますんで、はい、今日見つけたシュリンプのギルパターンでぜひやってやろうと思います。いや、トッププロのボイルからルアーを合わせていく驚愕の技というか、こうやって釣れるように合わせていくんだってすごい勉強になった。本当ありがとうございました。まあすごいそのね、なんていうかビッグベッドとかっていう場所を探していくのも面白いと思うんですけど、こういうミニマムなところでやっぱりその目先で起きてることをちゃんと解析して一匹一匹釣っていくっていうのはすごく、まあ考える釣りの中ではすごく大事なことなんですよね。でやっぱり自分のフィールドがいつもいつもいいところに行けるわけじゃないじゃないですか。でもやっぱ釣り、魚釣りたいですよね。で考えるっていうのはすごく大事で、その考えることっていうのは目から入ってくる情報が全てだと僕は思ってるんで、目の前でボイルしたら何食ってるんだろう、あ、これ投げてみよう、それだけのことでも、それだけのことで超過につながるっていう、それがバスフィッシングだな。今日はそういう改めてバスフィッシングの面白いところを自分で感じることができたので僕はすごい楽しかったです。ちょっと悔しいのは僕よりでかい魚を釣り子さんが釣ったところかな。いやすいません、なんかすいません、本当すいませんでした。ちょっといい魚でしたね。本当でも小森さんの作法初めて、あれ自分差を絞ったんで、はい、すげえなって思う。まあちょっと詳しくはまた、はい、いろいろと突っ込んでいきますんで、はい、まだあと残り何日かありますんで、よろしくお願いいたしま す, す, ます。九州の釣りはまだまだ続きますんで。ありがとうございます。はい、楽しんでいきましょう。はい、続く